私が一番最初にマッキントッシュを着るきっかけをもらったのが、たまたまお花屋さんをオープンするときに、市場に行くときどういう服着てるのっていうふうにお友達が聞いてくれて、だったらこれがいいよっていうので、たまたま普通にお買い物行ってるときにこのマッキントッシュのゴム引きのものを紹介してくれて、どの色がいいって言って、いろんなたくさん色があったので、大好きな色が紫だったから紫を選んで、それを着て市場に行けばいいんじゃないって言ってくれたんですけど、私にとっては結構マッキントッシュってなんていうのかな、品が良くて大人になったら着たい洋服っていう風にずっと思ってたから、もう大人なんだけどなかなか手が届かなくて、それでたまたまそのお花屋さんオープンして、そういう市場に着ていく時の洋服として豪華だけど着ていけたらいいなと思ってもらったんですけど、なかなかそれを市場に着ていく勇気がなく、結局市場には着ていかないで、ちょっとした時になんか少しいつもカジュアルな洋服を着るんですけど、あんまりロマンティックとか女の子路線に走る傾向があまり好きじゃなくて、だけどどこか品のある感覚で着こなしをしたいなと思っていつも心がけてるんですけど、それをするために一番結構ポイントとしては強いアイテムというか、それを着るだけでなんか素敵な人になれる気分になるアイテムだなと思っています。